シャー即立で皆さんこんにちは、高橋です。はい、大の字になればあなたの最強、今ですね、ちょっと私の仕事が忙しいだけじゃなくて、ちょっといろいろと準備をしていまして、それですごい時間がかかっているんですけども、6月にですね、ちょっと新しい内容をもう2つほど発表したいと思っております。まず1つ目がですね、オンラインのセミナーなんですけど、まあ、毎月私立前の社っていうのを皆さんに体感してもらうために、2時間で弾き方を即変えてもらうために、指の弾き方っていうのを解説、私の立った瞬間に全てが決まっていい射形と的中が自然に手に入る弾き方っていうのを体感してもらってるんですけども、それに関して、お話をしたいというふうに思ってですね。で、何よりもうとにかく、ね、脱力するのが大事です。はい、皆さんはね、頑張らないことを頑張ってください。頑張らないっていうのは脱力のことなんですけども、頑張らないことをもうとにかく頑張ることです。で、先生の言ってる内容を理解するとか、先生の言われている抽象的な内容とか、上の先生がなんかこれをやらなあかんねんって言ってるやつは基本もう全部無視でいいです。それに従えば従うほどどんどん力が入ってしまうっていうことをですね、実際に私が今教えている弓道の、経験者の方で、先生の言うことに従えば従うほどどんどん悪い方向に行って、悪い方向に行けば行くほどどんどん先生が指導して、そして負のスパイラルに入ってやめてしまった話であったりとかっていうのがいっぱいあってですね、そういう時に誰も先生は責任取ってくれないと、いうことをもうこの体験してしまった事例っていうのも何件もあって、まあ、それも合わせつつ、本当に弓道のね、面白いところであり、弓道をやっている証なのは脱力であるっていうことをね、皆さんに体験、するために、体験をしてもらうために、新しいセミナーの内容をちょっと発表すると、共にもう一つ、強弓個人指導っていうのを私やっていまして、今年もですね、何人かね、もう弓を実際引いてもらった結果、なんと受けた人全員ですね、プラス3キロから5キロ弓力を上げたことに成功しております。だからね、もう2ヶ月とか3ヶ月ありゃ5キロ弓足すなんてもう楽勝。はい、でさらにアップデートします、こう内容を。まあ私がこの皆さんに強い弓を引いてもらって、もう禅の境地っていうのをね、即、まあ、あなたの弓道稽古場で体感してもらうための、まあ、方法なんですけど、ここで、まあ、私がもう本当に強い弓引くときにですね、大事にしていることっていうのが、なんか強い弓を引いてきた人たちのこの強い弓を開く技術感覚っていうのをね、もう身につけてもらうと。で、1ヶ月2ヶ月ですぐ手に入ります。これもう引き方だけなんで、もう皆さんが思ってること、強い弓引くのって簡単なんですよ。難しくないんですよ、簡単っす。そして強い弓を引いたらもうめちゃくちゃお得だってことをね、皆さん理解した方にするといいと思います。ね、巷の弓道のね、商談審査とかあるじゃない。商談審査って受ければ受けるほど価値ってなくなるんですよ。もう引けば引く、受ければ受けるほど、もうこれ、どうぞ見ていただいたら分かりますし、実際に指導者の技量とか見たら分かるんですけど、段を取れば取るほど弓道って下手くそになるんですよ。もうそれを取ることだけに一生懸命になって、なんか交通費だったり金とかすごいかけて、礼儀作法をな綺麗にしたりとかしたら、まあそれも綺麗って言ったらいいのか分かんないですけども、なんかある特定の、基準、団体による基準に基づく綺麗さって言われるものは手に入るんですけど、じゃあ社って何のためにあるの、なんで皆さん社をやるの、社はどう考えれば社が成長が進んだって言えるのって、これはっきり言いますか、言えますよ。はい、私ははっきり説明、できますし、体感もできますし、文献で説明できますし、それを目指していた弓道家の事例もお話できますし、それで実力を伸ばすことだってできるし、禅を体感することもできます。何でもできるっていうか、この一個のことだけをやってくれと、そしたら全部つながると。で、これを全部つなげたら、皆さんが目指している商談システムも手に入るんですよ。非常にね、利回りがいいんですよ、投資で言ったら。今ちょっとこう料金、全部その料金だって別に高くないんですけど、給料の、商談審査とかあるじゃん、交通費とかやるじゃん、あっちの方がよっぽど高いし、なんか身につくのって言ったら非常に身につくものが少ないに対して、強い弓は圧倒的に利回りがすごいです。もう一回弾けるようになったらもう分かるんですけど、どんどん開けるようになるんですよ。で、難しいことも分かるようになるし、その脱力させるって脱力の意味もよくわかるし、みんなね、軽い指使って手首の力抜いてうんぬんとか、あんな脱力じゃないんですよ。あんなんで力抜けないんですよ。本当の脱力は強い指引かないと分かりません。
強い指引いた後に初めて弱い指使った後にその脱力した感覚っていうのが手に入るんですけど、ずっと弱い指じゃ脱力してる感覚が分かりません。はい、分からないんですか。最悪強い指変わらなくても私はそれを体感させられる方法はあるんですけども、まあ、それ教えられないですよ、弓道ですが。もう私の弓道の環境ではね、なんか私の YouTube を見ているのか分からないですけども、最近なんかこう私の理論弓道のやってるようなストレッチだったりっていうのをなんかこう積極的に取り入れる人が増えてると思うんですけど、そういう人はね全員ね理論弓道見てると思うんですけども、そういう人増えてきますよ。これからこれからは立前の射です。立った構えで弓道の射形決まるんです。立った構えを研究することの方が闇雲に商談審査を受けるよりも圧倒的に利回りがいいです。はい、今のその少ないお金で圧倒的に後から高いリターン得られるんですよ。健康であったりとか体力がつくとか難しいことが分かるようになるとか悪い癖がつきにくいとか、実力が伸びていくとかってあるんですけども、ダウンだけを取ってダウンだけ求めていったらまさにダウンを手段にしてるんですよ。目的にしてはいけないと、手段を目的にしてはいけないってこう言っておきながら結局手段は目的になっちゃってる、なっちゃうんですよ。商談審査だけ目指しちゃうんだからそうではない、ダウンよりも前だと。立った構えで全て関係もあると、強い弓を引くことによって脱力がよく分かるようになるということをこの6月から積極的に私がお伝えしていきますので、まあ、どうぞ皆さんね、この理論弓道ね、そういう内容を知りたいと思う方はぜひチャンネル登録をしといてくださいというと同時に、皆さんも頑張ってみてください。6月から理論弓道はですね、さらに強い弓を使ってもっと強い弓を最短ですぐ分かるように、より楽しくなるように、その方法や内容をお届けしていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。